皆さん、さゆチャンネルのさゆです。はい、今日はね、ネットでね、服を買ってみました。ユニクロと、ユニクロと GU に行きたかったんだけども、ちょっとね、行けなかったので、ネットで買いました。で、こちらねゾゾタウンで、ペーペーモール店みたいな書いてあったんで、そちらの方で買ってみました。ちょっと開いていきますね。皆さんどうですか、服なんか。ちょっと私、最近私全然服買ってなくて、あれ、もう1年ぐらい服買ってないなと思って、買ってみました。値段は書いてないのね。じゃあ後で値段調べて書いてきます。こちらね、私ね、そうそう、白い T シャツと、で白いズボンと、で黒い T シャツがちょっと欲しくて、見れたんですね。でそれで白い T シャツじゃないな、ちょっとこうサマーセーターっぽい感じの、こちらね、しっかり肉厚ワッフルパックバックヘンリーフレンチホワイトを買いましたね。 XL じゃなかったの、ちょっと大きめか、私買っちゃったかしら。ちょっと開いていきましょうねあれ、ちょっと私サイズ間違えたかな、どうだろう、ちょっと大きい、ちょっと大きいかもしれない。 XL じゃなくて普通のなんかちょっとこんな感じ、白をね、ちょっと買いたかった。これね、ここに後ろ、これ前後ろか切れるんですよ。前の方にボタンを押してもいいし、で後ろの方でちょっと着てもいいしみたいな感じでなってますね。結構ちょっと大きめを買っちゃったかしら、ちょっとね。でもどうだろう、ちょっと止まっちゃったはい、こちらがね1点で、黒いね T シャツ、ゆるっとカジュアルミドル丈無地、ミドル丈って何でしょうねミドル丈無地、クルネック、ちょっとあと英語ですね、ブラック L を買いましたね。なんかサイズがちょっとなんか M を買ったつもりが、なんか書いてあるんですよ、通常L だけども、L サイズだけど、サイズ的には M ですみたいな書いてあるからね。黒い T シャツこんな感じで、袖がね、ちょっとこう2つ折りになってる感じになってますね綿 100%、 綿リブ 95%、 ポリウレタン 5%、 いいかな。ちょっとこれもね、ちょっと大きめ、あとで着てみましょう、着てみましょう、どんな感じかなって。であとズボン、白いズボンが欲しくて買ったんですけど、なかなかね今ね売り切れちゃってて、いいなと思ったら売り切れちゃってるんですよね。こちらスタイルアップ店、ハイウエストギャザーナチュラル、こちら M にしましたね、私 M なかなかね、ちょっといいなと思ったズボンがなかったんですけど、もうこの白いズボン、ここがさ、ちょっとゴムだからいいかなっていう55歳あるあるみたいですよね。で、私これは、そう、M 買いましたね。
デニムですね。綿、綿 100%。 いいかも。ちょっと後で着てみましょう。どんな感じなのかな。私体型そんなに良くないんで。あとはあ、こちらネーミング、ネーミングがなんかそれぞれあるんですよね。サマールミドル竹ムジ切り替えラウンドムク。ちょっと1個だけ、あ、全部 L になってる。あれおかしいな、 M を買ったつもりが。こんな感じでね、グレー、グレーをね1着ちょっと欲しかったんで、グレー私1個も、T シャツとか上着持ってないなと思って、あ、1個上着があるのかな、グレーが。でこんな感じでね、グレーを買いました。ちょっとどうだろう、いいのかな。それぞれね値段をね、で全てこれ私4点で4996円ぐらいでしたね。はい。じゃあちょっと着てみます。あ、ごめんなさい、ここにうちの姫ちゃんがいました。今こんな感じでいますね。私あの身長 151.5 で体重が、まあ、50キロぐらい、こんな感じです。はい、じゃあ着替えていきます。ちょっとねここちょっと見えるけど、まあちょっと中にインナー着ればいいかもしれない。あ、ちょっと大きいかな。これここに前ボタンあるでしょ。これちょっと今ここで着替えるけども、ここにねボタンがあってもいいみたいな感じに着れますね。こんな感じになりますね。あ、でもちょっとこう中に入れてもいいのかな。映ってる、映ってます。全然見えない。目が見えなくて。ああ、いいかも。え、ごめんなさい、次また行きます。あ、ちょっとでもやっぱりちょっと大きめを買ったから、それではこんな感じ。うん、どうですかね。このジーパンにちょっと合う感じと、これも中にちょっと入れてみましょうね。うん、どうですかね。こんな感じになりました。わー、結構大きい。でもおけつまでね、くれていいかもしれない。でも全部ちょっと M を買ったつもりが全部 L サイズみたいな。どうですかね。いい、ちょっとこれもいいしてみよう。え、どこまで入れたらいいのかわからない。これじゃ変じゃない。あ、おけつになくていいわ、これ。どう？皆さんどうですか？ちょっと髪型がちょっと今日、セットしてなくて。はい、こんな感じです。あ、ここ見せたっけ？ズボン履いていこう。はい、ズボン履いていこう。ちょっと白いズボン、ちょっと、丈もちょうどいい？ちょっと折ればいいかもしれない。高い靴の時はいいかもしれない。ね。ちょっとこれ入れてみようかな。ああ、こんな感じ。ちょっとおけつ大きいけども、大丈夫かしら。まあ、こんな感じ。はい。いいかな。うん、これ中に入れちゃった方がいいかもね。ちょっと長いんだよね、やっぱし L じゃ大きかったかもしれない。サイズちょっと間違えたかもしれない。ちょっとインしてみよう。あとこう全部インしました。どんな感じかしら。やっぱりおけつが目立つよね。はい、こんな感じです。どうでしょうね。ちょっとこれ
ちょっと折ったらどう？折らない方がいいかしら。裾まで見えるかしら。私ちょっと全然見えなくてごめんなさい。髪型でもちょっと微妙に。はい。これ髪ちょっと縛ったらちょっと夏っぽくない？どうかしら。ちょっと夏っぽく感じない？でももうこれからもうだん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 涼しくなっていくから。どうかしらね。はい、こんな感じになります。髪の毛がちょっと乱れちゃった。はい、変わってない、変わってない。はい、こんな感じです。はい、次このおしゃれがちょっといいかもしれない。ここちょっと違う感じになってますね。うん、ちょっとこれはまたインした方がいいかもしれない。お腹が目立つ。はい、こんな感じ。なんかちょっとこうね、太って見えるのがちょっと嫌な感じ。うん、全然見えないんです。ちょっと縛ってみよう。こんな感じ。映ってる？映ってる。こんな感じです。方がいいのか、もうちょっと短めが良かったかな。ちょっとダボダボって感じ。よいしょ、ごめんなさい。はい、今日はね、服をね、ゾゾタウンで買ってみて来ましたけど、なんかちょっとサイズが私頼んだのとちょっとワンサイズちょっと大きかったです。とりあえずは普通のサイズが M だけど、サイズ的には S ですよって書いてあったんでね。まあちょっとね、ズボンの方もねちょっと大きいかなっていう。でも S もでも良かったかもしれない。そんな感じになりました。ちょっとアイスコーヒー飲んで。はい、今日はねこんな感じでなりました。ちょっと髪の毛が今着替えたばっかりでボサ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 です。ちょっとここ出てるけど気にしないでください。はい、今日はねゾゾタウンでネットでね買ってみました。はい、今日のね動画が良かったらグッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。じゃあね、バイバーイ。